愛の刑事は日本のミュージシャン。千葉県市川市生まれ、埼玉県川越市育ち。1970年代より活動。日本国内におけるアバンギャルドなミュージックシーンにおいては最古産の人物であり、ボックスセット、魂の純愛や、ロスト・アラーフ、天の川といった作品で伺えるアプローチを10代の頃から深め続けている。リリースしたレコードや CD は、 ほとんどがインディペンデント流通で100を超える膨大な点数のため全体像を把握するのは困難。ソニックユースのサーストームユーアをはじめとして世界的にも数多くの信奉者を生んでいる。他ジャンルの創作者とのコラボレーションも試行しつつ多彩なテクスチャーを鈍欲に取り込んでの混沌としたサウンドを追求しており、一貫してコマーシャリズムと連帯しないという見解な姿勢を 3、40年の長きにわたって孤辞している。主に扱う楽器は、ボーカル、ギター、ドラム、パーカッション、ハーディガーディなど。ある時期までは一貫して、テクノロジー楽器を否定する姿勢を保っていたが、2000年代以降は、エレクトロニクスや発信機などを用いての演奏も行うようになった。マレーネディ・トリヒ、ヤニス・クセネキス、シド・バレット、ジム・モリソン、チャーリー・パーカーらの影響を受ける。 幼少期は病弱であった。アントナン・アルトに影響を受けて演劇を志すが、ドアーズのウェンザミュージックイズオーバーを聴いて衝撃を受け音楽へと転向した。当初はブルースや実験音楽のユニットを転々としながら自宅録音による作品も制作していた。1971年、自身の即興ボーカルによるロストアラーフを結成。 頭脳警察や安倍カオルラも出演し、加藤時子も出演予定であった、新東京国際空港建設反対でも集会、三里塚幻野菜にて登場する。この時は受け入れられず、観客から石を投げられたが、ハイノはこの時の経験が、後の創作活動につながったとして宝であると、振り返っている。1972年頃、 マジカル・パワー・マコと出会って、信仰を深め、共に活動するようになる。1973年には、ソロパフォーマンスを開始。同年、マジカル・パワー・マコらと NHK、ヒルのプレゼントに出演するも、視聴者から苦情が殺到して担当プロデューサーが降格する事態となる。1974年、マジカル・パワー・マコのアルバムに参加。その後、映画、キミコの サウンドトラックに参加し、竹光徹と活動する。1975年、ロストアラーフが解散。1977年頃、ギターによる演奏を開始し、安倍薫と軍楽隊を結成。三浦隆史、賞金学者の竹田健一のバイブレーションソサイティに参加。1979年には、ハイの刑事のメインのバンドである、不出者を結成し、 ここにハードロックの方法論を導入する。不出者は、結成時は白石民夫とのデュオであったが、その後は主にトリオ編成としてメンバーチェンジを経ながら、現在も存続している。1981年、初の渡米を果たし、多岐にわたるミュージシャンと共演。しかし、1983年から1987年に、 かけて、病気療養のため演奏活動を中止することになる。1988年、復帰。パーカッションと舞踏によるソロパフォーマンスをはじめ、田中民と共にヨーロッパ公演を行う。1989年、三上博士、安倍とも共演経験のある吉沢元春と共に作品を作る。1990年、法政大学で不出者による、 初のコンサートを開く。以後、このコンサートは、学生会館の閉館まで、年末の定例公演として継続していた。1991年には、ニューヨークで公演。以後、毎年のように、北米やヨーロッパ各地で、不出者あるいは、ソロとして、精力的な公演をする。1995年、三上博石塚俊明とバサラを結成する。 阪神大震災被災者のためのコンサートにも参加。また、安倍薫と鈴木泉を描く映画、エンドレス・ワルツに本人役で出演。1997年には、特馬ジャパンより初のメジャー進出となる作品を4枚同時にリリースする。1998年には、愛避舞台を結成。このグループでは、ローリングストーンズからグループサウンズ同様まで、 多彩な曲を新解釈で、あるべき姿にして演奏している。2004年、秋田正美とキクリを結成。2005年、魔性のドキュメンタリー映画、AA に出演。他に結成したグループとしては、キヌム月、カツユージとのブラックステージ、ルインズとのニード、同じく、吉田達也とナスのミツルとの連名ユニットから、発展したサンヘドリン、シミウム、レックと、 ピルトのヘッドラッシュ、ナスノミツル、一楽技巧との静寂がある。不出者はドラマーである高橋育明だった以降、公認ドラムが決まらず、ハイの刑事自身が叩いたドラムをサンプラーでループさせたり、ドラムの音なしで、ベースの小沢康とのデュオとして活動していたが、2005年を境とし、バンド形態での活動は休止状態となった。2008年、 長年不出者のベーシストであった小沢康氏が2月7日朝方に肺癌・肺気腫のため死去。2008年、元ノールの伊藤幕とスナムザを結成。2011年からアメリカのドゥームメタルバンドサンォーのスティーブ・モー・マリーと実験音楽家として名高いオーストラリア出身のマルチミュージシャンオーレン・アンバーヒと名ぞらないを結成2012年、ナスノミツル。 高橋育夫と共に9年ぶりに不出者としてアルバムをリリース。7月にはミュージシャン、ハイの刑事を主題としたドキュメンタリー映画、ドキュメントハイの刑事が公開。11月にはロングインタビュー、完全、ディスコグラフィーなどを収載した初の著書、捧げるハイの刑事の世界を発売。12月、一落の持病悪化により静寂の解散が決定、ラストライブを行った。 2013年 DJ、ハイの刑事としては初となるミックス CD をブラックスモーカーレコーズより発表。また、亀川千代、良介キアスと共に不出者としてアルバムをリリースした。12月、R&B をカバーするプロジェクトとして、川口まさみ、山崎たるみやび、宮崎理恵、藤掛正宝とハーディーソウルを結成。2016年2月、 マーク・ジェイコブスの2016年秋冬コレクションのランウェイショーに楽曲を提供し、8月からの同広告キャンペーンビジュアルに起用される。6月には、川口雅美、山崎たるみやび、なるけ慎吾しんご、かたのとらとロックカバーバンドハーディロックスとして、公演自配でワンマンライブを行う。ありがとうございます。